はい、レイズにね、ちょっと送りたい言葉っていうわけじゃないんですけど、もうこれを言いたいですね。はい、ドン。最近売れかけてるかもしれないが、分かってるよなって。はい、分かってるよな。これは別に天狗になるなという意味ではなくて、はい、誰が世話したか分かってるよなって、ね、その時は頼むぞと、俺も一緒に連れてけよっていうね、ことじゃないですけど、はい、まあ、レイズはね、まあ、同じく地元のねアーティストとして、まあ、頑張ってますよ。でレイズはね、一時期そういうなんか事務所にねちょっと所属してたじゃないですけど、そういう時もあったんですけど、でなんかねその時はこうやっぱり事務所がいろんなことをこう用意してくれてなんかやってるっていうイメージが強かったんですけど、その事務所と離れてからね、彼らは楽曲制作はもちろんのこと、ね、自分たちのワンマンライブでやったりグッズとか全部、自分たちで手配してやるようになったんですよね。でそっからやっぱそういうとこでハートが座ってきたというか、ちょっとなんかねそっからのレイズはやばかったですよね、うん、なんか僕の中では、まあ、以前ロードトゥ東海サミットでオーディションで、なんか優勝もしてるんですけど、でも僕はまだその時はレイズのこと認めてないって言ったらおかしいですけど、まあ、そのロードトゥ東海サミットっていうのはお客さんのオーディエンスのねそういう声でやったりもするので、やっぱそれなりのねものを見せてくれたんですけど、あの時はまだまだかなとは思ってたところもあったんですけど、ただやっぱそこからね、そのなんか事務所とかも離れてっていうか、自分たちで全部やるようになってからがやっぱすっごいたくましくて、でやっぱそのなんだろうな、音源とかもねすっごい格段になんか良くなった時期がありまして、で今ではこれガチな話なんですけど、俺が彼らにそのグッズ、ね、どこで作ってるのとか、どうやってやるのとか、ワンマンライブのこれどういう風にやってるの、チケットの、ね、発券とかどういう風にやってるの聞くことめちゃめちゃ多いです。で俺もめちゃめちゃ勉強になるようなことを彼ら自分でやってるっていう、これすごいな、これがインディーズのアーティストのある姿ですし、まあ、メジャーデビューできればいいってもんでもないので、で彼らはインディーズで、まだ今はもうインディーズですよ、特に大きな事務所にも所属してないですし、インディーズでありながらもうちょっとしたメジャーアーティストよりもたくさん集客したりとかね、この前も地元の L でライブして、 L でワンマンライブやるってまあまあですよ、はい、400-500の箱ですからね、それそんだけ集めれるのってすごいことですし、透明版とかいろんなとこでもライブやってますし、うん、でね、なんかなんだろうな、この前出したアルバムとか配信とかね、なんか2位だとかなんか言ってて、どうせなんか R&B チャートとかそっちの、チャートとかだろうって、なんかよくねヒップホップチャートとか R&B チャートでなんかとか取ったんだろうと聞いたら、オリジナルチャートというかね全体の中で2位だとか言って、俺それ聞いた時もう耳疑ったよね、俺もレイズに抜かれてしまったのかなと思ってね、ちょっと寂しい気持ちにもなりましたけど、でもそれと同時にすげえなと思いました。まあでもそれはまあ本当にそれも突発的なことじゃないっていうか、もう順番に来てるということというか、まあ、楽曲作ってしっかりライブやってってことをもう積み上げてる結果なんで当然のことなんですよ。だから叩き上げなんでポットでじゃないんで、まあ、だからそういうところの努力が花開いてきたんだろうなと、うん、思ったわけでございます、はい、なので、まあ、楽曲もいいし、うん、で僕もね恥ずかしながらねちょっとアドバイスさせてもらったりとかね、こういう歌にした方がいいんじゃないのとかね言わせてもらってて、で彼らやっぱそういうものちゃんとね汲み取って、うん、やっぱ楽曲に反映してくれてたりとかして、うん、でね僕もその Hey Tube っていう楽曲を一緒に歌ってるんですけど、やるためにいろんなところについてきてもらったりとか、うん、まあよく一緒につるませてもらってますよ。だから売れたら分かってるよな、分かってるよなっていうね、ことでございますけど、まあ地元を背負って立つようなアーティストになってほしいなと思います。
東海サミットのファイナルも、ね、バシッと、ね、その美声でお客さんを魅了してください。ということで今日はレイズについて語らせてもらいました。